皆さんこんにちは。今回はドコモの2017年春モデルをご紹介します。まずは V20 Pro L-01J からです。こちらは価格が約 8.5 万円。これは一括価格です。このモデルは au からすでに発売されているイサイビート LGV34 と同じモデルとなります。特徴としてはサブディスプレイを搭載していて、カメラもデュアルカメラとなっています。また、配列にも対応しており、FLAC や DSD に対応できています。充電は USB Type-C。防水にも対応していて、2017年2月に発売予定です。今回紹介する端末の中では、最高スペックの1台となります。同じモデルとなる au のイサイビートの方は、去年の11月には発売されていますので、ドコモの方は3ヶ月も遅れての発売となります。この辺はちょっと遅すぎるのではないかなという印象です。特徴の一つであるサブディスプレイですが、メインディスプレイの上に搭載されています。このサブディスプレイは有機 EL で、特定のメッセージを表示したり、あとアプリケーションのショートカットを設定することもできます。その他 Wi-Fi の切り替えやカメラのモード切り替えにも使用することができます。新型 MacBook Pro のタッチバーのような感じで使えると思います。そしてカメラですが、デュアルカメラになっていて、レンズとしては超広角のものと標準レンズの組み合わせになります。 iPhone 7 Plus の場合は望遠と標準レンズでしたので、この辺はちょっと使い方が変わってきます。次はディズニーモバイルオンドコモ DM-01J です。こちらは価格は約3万円。ベースモデルはアクセバー SH-02J です。東京ディズニーシーの開園15周年モデルとなっています。全体のデザインは水の世界をモチーフにしています。そしてこちらのモデルには手帳型のケースが付属していて、ミッキーが潜んでいるスワロフスキーのケースとなっています。充電は USB マイクロ B で、2017年2月上旬発売予定です。次はラクラクスマートフォン4 F04J です。価格は約6万円で、2年ぶりとなる老人向けスマホです。ディスプレイは有機 EL で、Google Play にも対応できています。充電は USB マイクロ B で、防水にも対応していて、2017年3月の発売予定です。老人向けのスマホという位置づけではありますが、UI などがとても面白いので、若い方が買っても楽しめるかもしれません。Google Play に対応できているということが、大きなポイントだと思います。次はキッズ携帯 F03J です。価格は現時点では未定です。登録した連絡先ワンタッチ通話ができたり、防犯ブザー、そしてボディは塗装ではなくて各色の材料で成形されていますので、傷がついて表面の色が剥がれるということはありません。この辺は子供が使うことをかなり意識して設計されていると思います。USB マイクロ B での充電で防水にも対応しています。発売は2017年2月下旬を予定しています。次は Wi-Fi ステーション N01J です。価格は未定で、こちらはモバイル Wi-Fi ルーターとなっています。256CAM 3.5GHz 帯の 4×4MIMO に対応しています。これは何かというと新しい通信方式です。 256CAM というのはどういうものかというと、
情報の密度を高めて一度に運べる情報量を増やすという技術です。これを使うと何がいいかっていうと、まあ、簡単に言うと通信速度が従来の 1.3 倍になるということです。で、もう一つの MIMO、 これは何かというと、データを送受信するアンテナの数を従来の2つから4つに増やすことで通信速度を高速化するというものです。これら最新の技術に対応していることで、下り最大 682Mbps が実現できるということです。ただしこちらは主に首都圏が対応ですので、地方にお住まいの方はこの速度を体感することはできません。地方にまでこのサービスが提供できるのはおそらく数年先になるかと思われます。ちなみにこの速度がどれくらいかというと、2ギガのデータを約34秒でダウンロードできるということで説明されていました。この製品にはクレードルが同梱されます。で、このクレードルがかなり重要なクレードルで、中にアンテナを内蔵していて、クレードルに装着した状態ですと受信感度が向上して、より高速通信ができるようになります。また有線 LAN ポートもありますので、有線ケーブルをつないで安定した通信が可能にもなります。充電は USB Type-C で、発売は2017年の3月中旬を予定しています。最後に各モデルのスペックを表にまとめました。ざっとまとめるとこのような感じです。おそらくほとんどの方は今回のドコモの春モデル、あんまり魅力がないように感じるかもしれません。ハイスペックな端末を欲しいという方は V20 Pro L-01J の一択になると思います。スナップドラゴン820という現時点では最高スペックの CPU を搭載していますので、ゲームをするにしても負荷の高い処理をするにしても、このモデルが実力を発揮できる場面が多いと思います。で、技術的に面白いのはやはり最後にご紹介した Wi-Fi ステーション N01J です。こちらは最新通信技術に対応していますので、首都圏にお住まいの方であればその辺を実感できるのではないかと思います。で、来月2月にはモバイルワールドカングレスが開催されます。こちらは世界的な携帯機器を発表するイベントなんですが、こちらで次世代のハイエンドモデルが数機種発表される予定です。そしてそれらのモデルは日本では夏モデルとして発売されます。ですので、よりハイスペックな、より新しい端末を求めている方は今回の春モデルは見送った方がいいと思います。夏モデルですと、おそらくギャラクシーの新モデルも登場します。やはりハイスペックな端末を希望されている方は今回の春モデルは見送った方が賢明かと思います。今回は以上です。